鉄道における編成とは、列車を運転するために車両を組成したものであり、これを列車編成とも呼ぶ。また、列車を運転するために、あらかじめ一定の車両を組成して管理しておくこともあり、これも編成と呼ぶ。後者は単独で列車編成となることもあり、また複数で初めて列車編成となることもある。列車編成は、列車回数や列車速度とともに輸送力を決定する3要素の一つである。列車編成を増やして1回の輸送力を増すことは、他の輸送機関には見られない鉄道の特性である。列車は、もともと複数の鉄道車両が列をなして構成されることから名付けられた言葉であるが、現在では、駅間をダイヤに基づいて走行する鉄道車両を意味するため、たとえ1両であっても、駅間を走行していれば、列車と呼ばれる。その列車における車両の組成を示すときは、編成あるいは、列車編成という用語が用いられる。列車回数が同じでも、列車編成の編成両数を増やせば、全体の輸送力も増える。ただし、列車時刻をそのままにして、編成両数だけを増やすと、乗車待ち時間は長くなり、ホーム上の歩行距離も増えるなど、旅客の負担が大きくなる。同時に大編成列車に対応した駅の長大化など、経済的な問題もある。また、列車回数は列車時刻で決まるが列車は等速度で運行できるものではないから、列車時間角を短縮するためには、編成両数に応じた出力が必要となる。機関車が牽引する列車では、機関車の能力と運転される線区の状況や運転速度によって編成重量が制限される。そのため、超編成の列車を牽引する区間では、機関車を2両以上連結する重連運転が行われたり、より強力な機関車に交換され、速度を維持する。編成両数に応じた出力があれば、列車編成の増大と列車速度の向上は矛盾しない。しかし、長大列車の高速運転にはエネルギー負荷の問題があり、電車であれば同一の輸送力であっても列車編成を大きくして前を伸ばした方が必要な電気設備容量は大きくなる。鉄道車両ではあらかじめ特定の組成を構成している場合があり、これも編成と呼ばれることがある。例えば、電車においては、走行するための電動機を搭載している電動車と、搭載しない付随車、運転席を有する制御車と有しない中間車などから構成される。電車は走行あるいは旅客サービスに必要となる機器、設備を各車両に分散して搭載し、車両ごとに機能を分担させていることが多いため、車両の連結方法や連結順序には制約が多い。そのため、個別の車両をその都度連結開放するより、あらかじめ必要な順序に組成して、その単位で運用する方が有利であり、この組成についても編成と呼ぶ。さらに、複数の編成を並結して一本の列車の編成として運転される場合もある。なおこの用法における編成の場合には、一つの編成がそれ単独で列車として運転できるものとは限らない。固定編成を構内で分割した例東京メトロ例5系完全に切り離しできないような構造になっている場合は固定編成と呼ばれる。こうした車両は永久連結機を用いることにより工場での検査時以外は車両同士の切り離しができないようになっていることも多い。また固定編成であっても検査施設の都合によりある部分で編成の分割ができるようになっていることがあり、その部分に構内運転用の簡易運転台が設備されていることもある。なお、国鉄20系客車以降の特急寝台客車は、各車に自動連結機が装備されており、自由に組成を変更できるが、同型の車両による一定の編成を組み、サービス電源などを一体として供給することを前提としており、これらも固定編成と呼ばれる。古くは固定編成の概念がなく、車両を編成単位ではなく、車両単位で管理するため、検査などのため、編成の一部分を別の車両と入れ替えることは日常茶飯事であった。車両基地には事業用車が配置されており、編成組み替えに伴う校内移動や中間車の回送などに使用されている。一方、現在でも気動車や客車は車両単位で管理されていることが多い。そのため、乗客の増減に対応して1両単位で弾力的に編成の伸長、短縮ができることが増改結に制約の多い電車に対する気動車、客車の利点の一つとされている。また、普段は編成に組み入れない車両を別に保有し、必要に応じて編成中に組み入れることもある。列車の運転に際して全区間同一の編成のままでは不都合な場合がある。例えば次の通り、区間や時間帯によって輸送量に大きな差がある場合、区間により有効長の関係等によって編成の長さが制限される場合、2の場合必然的に区間により編成の長さを短くする必要がある。また1の場合にも輸送量が少ない区間も長い編成で運転することは運転に要する動力費などの経費の問題のみならず、車両の有効利用という意味でも無駄がある。例えば A 駅から C 駅まで所要時間9時間の設定で、次のように中高の上下列車を運転したとする。この列車が10両編成だったとすると、当日に折り返しができないため毎日運転するためには2編成が必要になり、合計20両の車両が最低限必要になる。しかし、A 駅から途中の B 駅までの輸送量が非常に多く、それ以外はさほどでもなければ、編成のうち6両を全区間運転し、4両を A 駅、B 駅間のみ運転すると、この部分は当日折り返しができるため、毎日同じ編成を使うことができる。したがって最低限必要な車両数は、次のように合計16両で済むことになる。このような工夫で、限られた車両数での効率的な運用を図る。また、電車などをあらかじめ6両の基本編成、4両の付属編成として組成して管理しておき、脱却時は10両、換算時は基本編成6両で運転するほか、場合によって4両の付属編成のみを運転するというような運用を行う場合もある。編成番号表記の例新幹線 N700 系、電車 Z0 編成。JR の電車や特急用気動車などでは編成そのものの識別のために番号が付けられることが多い。番号はアルファベットと通し番号により表されているものがほとんどで、アルファベットは車両の形式、性能、組成、用途を示し、番号は編成固有の番号を示している。編成番号は先頭車の前面や側面に表示されている。私鉄では編成そのものに番号をつけている例は少なく、編成中の代表的な車両の番号に編成を示す F を付加して表す場合が多い。例えば、1101から1201から1301から1401の編成であれば、1101回のように表記する。名古屋市営地下鉄では F の代わりに H を使用しており、1001H のようになっている。近畿日本鉄道では、編成番号に相当するものとして、アルファベット1から2文字からなる、電算記号と、編成中の代表的な車両の番号の下2桁を組み合わせて、編成を表している。なお、アルファベットの I は、数字の1と混同しないよう、必ず小文字の I を使用する。電算記号は、近鉄子会社の鉄道事業者と、近鉄に直通運転を行う阪神電気鉄道の車両にも付与されている。類似のものとして、京浜急行電鉄では、車両形式の略号が制定され、車両形式と編成によって、8MT や 8VF と称している。ただしこれは、形式とその編成に対する記号ではあるが、個々の編成に付番されているものではないため厳密には、編成番号ではない。なお同社では乗り入れを行っている他社の車両についても 8K、8T などが付番されている。また、名古屋鉄道でも類似のものが制定されている。国鉄、JR 各社では 101系以降の新性能電車や新幹線電車、気動車の各車両について次のような記号を用いて編成を表す場合がある記号。電車の場合は奇数形式が基本となるため、偶数形式には電動車、付随車を問わずをつけて区別する場合が多い。ただし、奇数形式でもとユニットを組む主要機器を持たない中間電動車を M と表記したり、同じ形式でも搭載している機器が異なるため、番台分けが行われている場合には、記号に数字をつけて M1 や M3 のように区別することもある。また、この記号を用いて1編成あたりの動力車と付随車の数を表したり、1編成あたりの動力車と付随車の比率を表す場合もある。これらの記号には、さらにサフィックスをつけることで詳細を表すことができる。表記は基本的に下記の通りであるが、大文字表記のものでも一回り小さく表記しづらい場合には小文字で表記される場合がある。また JR かご車両には下記の記号に加えて独自の記号を使用している場合もある。また、電動車とユニットを組むパンタグラフ付き付随車に A からや P からを用いる場合もある。使用の事例、例えば電車の場合、運転台のある電動車を MC、動力のない食堂車を TD、動力のないビュッフェ車を TB、運転台のある動力のないグリーン、普通号作り車を THSC のように表す。気動車の場合は、動力付きの食堂車を MD あるいは DD、動力のない食堂車を TD、動力のないグリーン、普通号作り車を THS のように表す。これらの記号を用いることで列車の編成表を短縮することができる。例えば485系、特急、来庁編成の場合、普通に書くととなるが、略号を用いるとと略せる。E655 系の場合はであるがとなる。ありがとうございます。